こんにちは、黒中です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はルンバ、ルンバのリズムパターンについてやります。これは他のビデオでもちょっと上げたんですけど、今回ちょっと質問もあったので、うんたかたったつっかつっかっていうリズムなんですが、ルンバっていうのはベースがうんぐちゃんちゃんたんぐたんたんたん、ベースがこういくので、足はサンバキックよりはにした方がいいですね。よく使うのが、ブルーマイナーのサビとか、あと、All the Things You Are のサビでこれを使ってる時期がすごくありますね。プリンスアルバートかな、プリンスアルバートっていう、All the Things You Are の替え歌もあるんですけど、あれサビの時はハイハットは2-4でいいと思います。なのでこれね、マラカスのパターンはね、ちょっと説明欄に貼っときますけど、本当はのパターンなんですね。タンタカタッタツッカツッカなんだけど、でもタンタカタッタツッカコンコ、タムに行くとき右使っちゃうでしょ。右で使ったら僕頭抜いちゃうんですよ。で、僕がよくなるのはフロアに行きたいからね。だから右ちょっとやりにくいんで、頭抜いちゃっていいんじゃないかなと思うんですが、抜いてる人結構いますよね。で、これリムショット使うとき、これの手順でこっち左手リムショットにすればいいので。でもう一個パターンがあって、この間、実際出てきたんですね。ここ3連にするパターン、これで出てきたのかな。で、この3連はですね、マラカス的にはやっぱりこう、僕もこうそう感じてるけど、ドンタロトゥッタツカツカうんトゥッカトゥッカトゥッカうんうあうあうあうんうあうあうあのこの最後の8分音符のための装飾音符で考えてるから、密集させる。こっちの方が、まあ、ラテンの人がよくやるパターンではあるんですけど、まあ、この間ちょっと、これは3連をきっちり出してほしいって言われたね。ボレロみたいなね。僕は、いろんな手順諸説あると思うんですけど、僕はさっきのここにダブル入れてのパターンでいけるかなと思います。なのでこの3連に関しては、後ろに装飾音符で寄せて、これがいいっていう人と、トラッタツッカスニアデクワガとかね、ハイハットでやる人もいます。3年ははっきり発音すればボレロ寄りだし、そのボレロをもっと後ろに密集させるとちょっとラテン寄りなんじゃないかなって僕は理解してますね。なので、原曲としては頭のタはいるんですけど、まあ僕は結構省いちゃうっていうタイプですね。なのでこのルンバってやつですね、僕まあいわゆるルンバだよって言われたらこのパターンを叩いてって間違いはないんですが、ルンバの中でも本当はルンバはワンコーとか、ルンバはヒラとか、ルンバボレロとかいろいろあるんです。これはルンバボレロに当たります。だから日本人が、ルンバのパターンだよって言うと、ルンバボレロのリズムパターンだと思って間違いないと思いますので、このパターンを使っていただければいいんじゃないかなと思います。なのでこれマレットでやったりとかね、フラミンコっていう曲とかはこれを、すごいマレットでゆったりやると
これがうまくいったりとかすると思います。なので結構よく出てくるパターンとしてはこの形が多いんじゃないかなと思いますので、これで練習していただければと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。